ナックファイブニュースはナックファイブで放送されているニュース番組。多くが正時頃から放送され、平日のワイド番組に内放した形で放送されている。開始時にナックファイブニュースの歌の後、オーケストラによる映画音楽風の BGM と共に内容の読み上げがされる。最新のニュースからスポーツの結果や交通天気予報などを伝えて放送している。 ニュース提供は読売新聞とクレジットが入る。2010年9月より月曜引く木曜の9時1分、11時が廃止された。同時に n a c ブモーニングライン、n a c ァイブニングライン、n a c ブスポーツエクスプレスも廃止された。かつては平日4時、5時、5時30分にも放送されていた。ただし月曜の早朝はニュース枠なし。 2013年4月改編で月曜早朝のウィークリーナックファイブの番組終了、火曜引く金曜のストロボナイトの5時台を刷新させてナックファイブジラジ内にニュース、天気予報を設けた。なお、土曜、日曜もかつては早朝ワイド番組内で設けられていたもののフロート番組が増えたことなどにより放送回数が減っている。しかし、 2016年10月改編で土曜、早朝ワイドを復活させたり、平日朝ワイドを開局以来の大刷新、土曜8時15時に7時間の長時間ワイドを立ち上げて、ニュース枠を増やせるように改編を行っている。スポーツ中継の場合、休止、または時間変更することがある。はニュースのみ、月曜引く、木曜の16時56分、金曜の17時は、 ナックファイブ経済情報と称して、経済関係のニュースや今日の演奏場、日経平均株価、東証株価指数の終値をアナウンスする。FM ナックファイブエアースケジュール。ありがとうございます。